清春桜姫ものとは、歌舞伎の芝居における世界の一つ。京都清水寺の宋清春が後期の姫君、桜姫に連合して最後には殺されるが、その資料が、なおも、桜姫の前に現れるという内容。洋州近信、雪月下山城清水花桜姫この芝居の実説については明らかではない。しかし古くは、漢文13年に古城瑠璃の抄本、 一心に紅白堂が出版されており、後に、歌舞伎でも、元禄十一年、歌舞伎作者時代の近松門左衛門が、同名の下代で脚本を書き、京都で上演されている。江戸での清春桜姫ものの古い例としては、京方十一年三月の中村座で上演された、婚礼音は抱きがある。京成入り合桜、清春桜姫もの,の一つ。二代目、中村士官の清春。 四代目、中村松江の桜姫。暗室の清春が桜姫に迫る場面を描く。天保六年一月、大阪格の芝居。春梅祭北映画。その概略としてはおおよそ次のようである。まず清春が清水寺において、桜姫を見染め言い夜るが、それによって寺を追放され、桜姫には逃げられる。その後清春は、寂びれた暗室に住む。 そこへ、桜姫が偶然気合わせ、清春は桜姫を見てなおも、連舫の情を訴えるが、桜姫の家に仕える者に殺される。しかし清春は死してなお桜姫に執着し幽霊となって現れる。なお作品によっては、清水寺の場に、清水清春という若侍が出てくる。この清春は、桜姫とは相愛の中であるが、事情があって、これを世間に知られたくない。 それを悪人たちに暴かれそうになるが、桜姫の次女などが、とっさの起点で、桜姫に連合しているのは、清春ではなく僧侶の清春であるとして、その場を切り抜ける。僧の清春も最初は人助けになるのならとあえて、濡れ衣の切るが、そのうち本気で桜姫を恋しく思うようになり、破壊して、桜姫を追い回す、という筋があった。しかしこれだけでは、 当時1日かけて行う芝居の内容にはならないので、大抵の場合、この清春桜姫に他の芝居の筋を混ぜた。そうすることによって一種のお家騒動物に仕立てたので、ある。特にその中では、隅田川物の,の芝居がよく使われた。現在でも上演される、桜姫等文章や、隅田川花御所染めなどがそうである。また川竹木網作の、黒手組スケロクも、 元は、江戸桜、清水清春という清春桜姫ものの一部だった。他には、書佐寺においても三代目、坂東彦三郎、三代目、中村歌右衛門は、清春桜姫の芝居の最後に、娘道な成寺を加えたが、それは殺された清春の暴言が、白拍子となって金くよう場に現れるという、筋書きであった。さらに他には大切の書佐寺で、 清水清春と桜姫が、清里の姿となって、落ち伸びようとするところへ、宗の清春の暴魂が桜姫と同じ姿で、現れるという、隅田川底面影の大切そのままの趣向で演じる、例もあった。清春桜姫の芝居は、江戸では、大抵、弥生狂言、すなわち旧暦で桜の咲く頃の芝居として、毎年のように取り上げられ、人気演目の一つであった。 しかし時代が明治になり、大正昭和と移り変わると、清春桜姫ものはほとんど上演されなくなった。大正から昭和戦前までの上演例を見てみると、大正8年4月の明治座で、木網作の、浮世清春くるよ桜を上演。これは桜姫が、小桜という形成で、清春がその小桜のもとに通うという、書き換え物。清春は七代目。 一川中車であった。また初代中村吉右衛門は大正11年4月に新富座で花吹雪岩倉草原を上演。これは明治24年に五代目菊五郎が同じ新富座で演じて以来の復活上演だったという。そして昭和2年には本郷座で桜姫等文章が清水商社東文章の下台で復活上演されている。 この時は、川尻生誕の脚色で清春は、初代吉右衛門、桜姫は三代目、中村時蔵であった。桜姫等文章はこれ以後二代目、市川猿之助も、昭和五年に取り上げている。他には、大正十二年三月に、神田劇場での、清水清春、昭和十二年四月の新宿第一劇場では十四代目、森田館いよいよの清春で、 花吹雪清水清春が上演されている。しかし戦後、これらの作品のほとんどは、歌舞伎の主要なレパートリーとはなり得ず、桜姫等文章ばかりが上演されているような状態にある。これについては、以下の理由が考えられる。およそ以上のことが考えられるが、その中にあって、桜姫等文章が、女、清春の、 隅田川花御所染めを置いては唯一と言ってよいほどの上演頻度を見るのは一つには後位のお姫様が下級の女郎に転落するという現代においても刺激的な思考と今一つ四代目鶴屋南北作であるということが人々の興味を集めているからだと言ってよい。要するに清春桜姫ものだから取り上げているわけではないということである。 その他の清春桜姫ものについては、玄中村吉右衛門が四国のコンピラ歌舞伎と大阪中座で上演したことがあった他は、廃滅に等しい状態となっている。清春桜姫の芝居は、上で述べたように、古くは様々な内容のものが上演されたが、以下は現在までに台本が活字本として刊行されていて、比較的目にしやすいと思われるものを年代順に掲げる。 他には、清春桜姫ものそのままではないが、菊池大とも袖で鏡がある。人形浄瑠璃の作品で、明和2年9月、大阪竹本座初演。近松藩次の作。これは清春が、草原、桜姫が、織事姫という名前になっているが、内容は清春桜姫と大体同じものである。後に歌舞伎にも丸本物として取り入れられ、さらに、 花吹雪岩倉草原の下代で暗室の場が五代目、菊五郎や初代、中村吉右衛門によって上演されている。草書江戸文庫、近松藩士浄瑠璃集2に、陰袖鏡として収録。他に、歌舞伎の台本としては、日本儀曲全集第28巻、義大友狂言時代も詰めに収録されている。ただし、隅田川花御所染めは清春を、男から女に置き換えた。 女清春という変形であり、清春桜姫ものの中では、一応分けて考える必要がある。これは例えば、歌舞伎十八番の、なるかみの書き換えのにやはりなるかみ商人を、男から女に変えた、女なるかみというものがあるが、それを、お箱のものと一色たに論じられないのと同じと言えよう。古くは、中村歌右衛門や、沢村総重郎家でお家芸にしていたという。 昭和12年4月の新宿第一劇場での花吹雪清水清春は、その時の劇表を見ると観客からは、最初から交渉、殺しから幽霊に至っては、笑い詰めで、ドロドロ、ゲラゲラと来るのだから、と散々な反応だったらしい。日本劇曲全集第14巻の厚見聖太郎の解説によれば、この清春桜姫物は、すぐるそが中村の3番目として上演されたと、 しているが、この時の辻番付けを見ると、三月三日より、新狂言、第二番目、とあり、三番目ではない。また、すぐるそが中村の読み方についても、さえはひそが中村としているが、番付けには、さえ加えとあるので、それに従う。隅田川花御所染と、桜姫等文章は、東京草原社の名作歌舞伎全集にも収録されているが、隅田川花御所染は、 昭和31年の歌舞伎座で上演した時の厚み、聖太郎海底の台本、また、桜姫等文章は昭和42年3月、東京国立劇場上演の時の台本で、いずれも内容が南北の原作とは異なっている。ありがとうございます。